ディムデリ軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部南東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万8001人であり、2000年の2万4533人から14.1%増加した。軍庁所在地は未編入の町であるディムデリであり、同軍で唯一の法人化町はマッキニー町である。 ロバート・ディンウィディ・ディンウィディ軍となった地域の初期住人は、紀元前8000年以前のパレオ・インディアンだった。動物を追って移動する狩猟最終民族だったと考えられている。軍内の様々な場所で昔の石器が見つかっている。ヨーロッパ人が地域に入ってきた時は、インディアンが領土にしていた。ディンウィディ軍は1752年5月1日に、プリンス・ジョージ軍から分離して設立された。 軍名は、1751年から1758年まで、バージニア植民地副総督を務めたロバート・ディーン・ウィディに、ちなんで名付けられた。アメリカ独立戦争の時には、軍から数個の民兵隊が立ち上げられた。ディーン・ウィディ軍では、自由国人の裁縫師、エリザベス・バーウェル・ホップス・ケックリーが生まれた。バーウェルは、ジェファーソン・デービス夫人とメアリー・トット・リンカーンという二人の、 大統領夫人のために働いた。トマス・デーもディンウィディ軍出身である。デーは、ノースカロライナ州ミルトンで、自由国人の差し戻しとして知られた。その他に、18世紀アメリカの田園部で、初の自由国人医師として知られたトマス・スチュワートもいた。南北戦争の間の1865年3月29日、クエーカー道路沿いで、ルイスノーエンの戦いが起きた。 これは、北軍のユリシーズ・グラント将軍が、南軍ドバート・イーリー将軍の最後の補給線である、サウスサイド鉄道を遮断しようとした、数回の試みの最初のものだった。ジョシュア・チェンバレン准将の率いた、北軍部隊が、ブッシュロット・アール・ジョンソン少将,将の率いた、南軍部隊と戦った。激闘の後で、北軍は、近くのボイドトン・プランク道路沿いに残壕を掘って入り、ジョンソン隊は、 ホワイトオーク道路の戦線に交代した。4日後の4月1日に起きたファイブフォークスの戦いで、北軍はファイブフォークスを占領し、鉄道を遮断した。その他にもホワイトオーク道路の戦い、ディンウィディコートハウスの戦い、サザランドステーションの戦いなど軍内で、いくつかの戦闘が起きた。ディンウィディ軍歴史協会が歴史あるディンウィディ軍庁舎に入っている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は507平方マイルであり、このうち陸地504平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.65%である。ディンウィリ軍の東にはリートリデ、西にはピケケトトリデとアメリカ陸軍のトリデに挟まれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アメリカ合衆国商務省経済分析局は、統計上の目的で、独立市であるピーターズバーグ市とコロニアルハイツ市と、ティンウィディグを一つにしている。ありがとうございます。